今回はカルディで購入した10の商品をご紹介していきます2024年5月4週目それでは1つ目こちら瀬戸内ネーブルパイになります栄養成分表示は1個約 40g あたり 131kcal となっておりますそれでは開けます出します出してみるとこんな感じこちら柔らかなパイ生地になっていますでポロポロしちゃいそうなのでプラのお皿持ったままいただきます ネーブルの味味とと香りがししてとても美味しいで,すできればもっとネーブルオレンジのジャムが入っていればなって思っちゃいましたいつものことですがお菓子系3口でいただいちゃいましたということでこちらそのまましっとりでもオーブンで12分焼いてサクッとお好きな方で食べてみてください続いて2つ目こちらパウパトロールシャーベットドリンクピーチになります お召し上がり方は冷凍庫で8時間冷やしていただく時は柔らかくなるまで常温に置いて全体をよく揉みほぐして吸い込まずに押し出して飲んでください栄養成分表示は1袋 120g あたり 68kcal となっておりますでこちらパッケージは2種類あります味は同じピーチ味となっていますで今回は水色の方をいただきます赤い方は下げちゃいますでこちら冷凍庫で1日凍らしてその後常温に置いておきました よく揉んだとキャップを開けて袋を押し出すとゼリーが出てきますそれではいただきますこちら細めのストローから出るので大きい塊があると出てこなくなります塊を押して小さくしてから飲んでくださいと飲み続けると手がおぎつめたくなるのでタオルがあった方がいいかもしれませんとこちら味はピーチ味桃味のジュースって感じの味になっています あと飲んでいて気がついたんですがもし詰まっちゃった時は息を吹いて膨らませると詰まりが取れますちょっとパワープレイですが一番効果ありましたとそのまま飲んでいっちゃって飲み終わりましたこのまま下げちゃいますということでこちらパウパウ好きなら一度お試しあれ続いて3つ目こちらコーヒーゼリー in ミルクコーヒープリンになります 栄養成分表示は1個 160g あたり 130kcal となっておりますそれでは上の蓋開けていきますでそのまま一口分取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますとろーりとうまいムギっとしたコーヒーゼリーととろーりなミルクコーヒープリンがあっててとても美味しくいただけます食べてコーヒーの風味もとてもいいですと一気に食べちゃって食べ終わりましたということでこちら カルディさんといえばコーヒーヒこちらのコーヒーゼリーも風味味とても良きです続いて4つ目こちらビシューブラムンロールになります説明書きには職人がエビのすり身などを春巻きの皮に一つ一つ巻いて手作りしました辛ラと揚げた一口サイズのスナックで表面はカリカリしたクリスピー唐辛子がピリッと効いてお酒のおつまみにも最適ですと書かれてあります 栄養成分表示は1製品 45g あたり 211kcal となっておりますそれでは開けます開けてみると中はこんな感じで中から1つ取って近くで見るとこんな感じ立ててみると中にはエビのすり身が詰まっておりますそれではいただきますエビ、うまい食べてエビってうまみがきますがわかりやすく言うとエビの殻をカリカリにして揚げた時の味っていった感じ 外の春巻きはカリカリ食感でこちらも美味しいですこれなくなるまで食べ続けることできちゃいますととりあえず今回はここまでにしておいて残りは後でいただきますということでこちらエビの味わいちゃんとあり春巻きの皮はカリカリエビが好きな方だったらこれ3袋ぐらいは余裕でいけちゃいます続いて5つ目こちらブルースカイガーリックシュリンプロールになります先ほどの商品と似ていますがこちらはガーリックシュリンプになります 説明書きにはたっぷりのガーリックと一緒に炒めたエビの香ばしい匂いが食欲をそそります熟練したワーカーがエビのすり身などの具材を春巻きの皮に一つ一つ巻いて手作りしましたガーリックと唐辛子がしっかり効いてビールのおつまみに最適ですと書かれてあります栄養成分表示は一製品 45g あたり 211kcal となっておりますそれでは開けます開けてみると中はこんな感じで中から一つ取って 近くで見るとこんな感じ先ほども言ったんですが縦に見るとエビのすり身が中に詰まっていますそれではいただきますこちらガーリックシュリンプになってます美味しくて食べ進めていっていますが先ほどのプラウンロールの袋と見比べてみるとこんな感じでお互い1つ取り出して見た目はこんな感じで縦はこんな感じで2ついただきます で、プラウンロールと原材料を比べてみるとガーリックシュリンプはガーリックプラウンロールは玉ねぎ味の違いはこの違いになりますエビって感じたい場合はプラウンロールにんにくを楽しみたいっていう方はガーリックシュリンプがいいと思いますでもうちょっとガーリックシュリンプを食べちゃいます書かれていた通りこちらはビールに合う商品となっておりますということでこちらちゃんとガーリック味いいおやついいおつまみ続いて6つ目こちら 酸っぱいスイカになります。説明書きには、イカを酸っぱく味付けし、食べやすいスティック状にカットしました。と書かれてあります。栄養成分表示は1袋 30g あたり 90kcal となっております。それでは開けます。出します。で、そのまま置きます。位置をちょっと調整して、こんな感じ。1本取ってみて、見た目は当たり目な感じしております。それではいただきます。 柔らかすっぱでうまい。酸っぱさは駄菓子屋で売っていたスイカよりは優しい味になっています。イカの柔らかさがちょうどいい感じで、とても食べやすくついつい食べ進めてしまいます。で、今回はここまでにして、残りは夜のつまみにしたいと思います。ということで、こちら、昭和のスイカよりは優しい味、大人のためのスイカになっています。続いて7つ目、こちら、エスニックそうめんつゆになります。説明書きには、 ビーフエキスと醤油をベースに爽やかな香りのレモングラスや魚醤で仕上げた進化系そうめんつゆですと書かれてあります作り方はつゆ1袋に対しお水150ミリリットルで希釈しつけつゆとしてご使用くださいとのことです栄養成分表示は1袋 34g あたり 36kcal となっておりますそれでは開けます出します中にはそうめんつゆが2袋入っていますそれではエスニックそうめん作ってきます で、作ってきましたこれで完成ですそれではいただきます最初に一口分とってお安く買ったそうめんはこんな感じそれではいただきますこれは何と言えばいいかちょっと悩みながらめんつゆでうまいベースはちゃんとしためんつゆになっていますそこに軽くレモングラスの風味を感じます で、ほのかに独特な味わいがあり、これが魚醤の味なのかなっていう感じになっております。そのまま一気に食べていって、食べ終わりました。箸を置いたら、ごちそうさまです。お皿片付けます。ということでこちら、ちゃんと麺つゆ、濃いめにしたい場合はお水少なめで。続いて八つ目、こちら、煮られば炒めのタレになります。最近レバーが食べたくて買ってきちゃいました。説明書きには、 かけエキスと香味野菜をバランスよく合わせたタレです。と書かれてあります。こちら作り方は普通のニラレバ炒めと同じになります。で、自分はレバーの味を味わいたいので、牛乳ではなく水で漬けていきます。またこちら、レバー以外のお肉でも美味しく仕上がります。と書かれてあります。栄養成分表示は1袋 70g あたり8 3キロカロリーとなっております。それではニラレバー炒め作ってきます。と今回はウェーバーで簡単スープ作ってきました。 あともちろんご飯も用意しましたそれと中華ということでザーサイも持ってきましたで煮られば炒め作ってきましたちょっと一応直してこれで完成ですではいただきます煮らればということでまずはメインのレバーを取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますキリッと醤油味でうまい塩コショウだけで作るのと違いいろんな味わいがありおいしくいただけます ザーサイは個人的にエコスグループのスーパータイラエさんのザーサイが好きで今回も買ってきましたスープは以前も紹介しましたがお湯にウェイバーを入れただけの簡単スープとなっておりますでご飯食べ終わりました最後にスープを飲んで飲み終わりました食器をまとめて箸を置いたらごちそうさまです食器片付けますということでこちら煮られば食べたくなった時は作っちゃった方がお安い 続いて9つ目こちら数体バジルチリペーストになります説明書きにはタイで人気不動の屋台飯の定番バジルチリ炒めガパオニンニクとバジルの香りが食欲を刺激し唐辛子の後引く辛さが癖になりますと書かれてあります作り方は具材を食べやすい大きさにカットして炒めて火が通った後ペーストを加えてよく混ぜたら出来上がりとなります半熟卵を崩しながら食べるのがおすすめ ととのことです。栄養成分表示は1袋 50g あたり 70kcal ロロとなっております。それではこのままバジルチリ作っていきます。で作ってきました。もちろんご飯も用意してきました。上にあるサラダになりますがこちらはもう何度目の登場になるかクリーミーナッツドレッシングこちらをかけていきます。でこれで完成です。ではいただきます。と書かれていた通り半熟卵も作ってきました。 それでは1つ取って近くで見るとこんな感じそれではいただきますちょい辛でうまい味は結構独特唐辛子、バジル醤油の味でトータルでいったらアジア味でちょっと焼きすぎましたが半熟卵黄身につけて食べてみるとまったり感がプラスされて食べやすくなりますまた今回鶏肉で作ってきましたがサラダと一緒に食べるとあっさりといただくことができます でクリーミーナッツドレッシングにつけて食べてみるとナッツ感も加わって美味しさプラスされましたそう言ってる間に食べ終わりましたお箸を置いたらごちそうさまです食器片付けますということでこちらアジアなご飯のお供はじめちょいから食べ終わりでいい汗かいております続いて10品目こちら何でもジェラートミックスになります 説明書きには牛乳やジュースなどお好きなドリンクと混ぜて凍らせるだけでバニラビーンズ入りの滑らかなジェラートの出来上がりと書かれてあります作り方はジェラートミックスにお好きなドリンク 230ml を少しずつ加えながら混ぜて冷蔵庫で30分寝かせその後容器に移して4時間冷凍庫で冷やせば完成となります栄養成分表示は1袋 75g あたり 386kcal となっております で今回いろいろ考えたんですが結局牛乳にしましたそれでは早速作っていきます最初にボールを用意してジェラートミックスの袋を開けたらボールに入れていきます続いて牛乳 230ml を測ってジェラートミックスに牛乳を少しずつ加えながら混ぜていきますここはゆっくりと混ぜていってくださいとダマはどうしてもできちゃうのでできるところまでで大丈夫です ここまでできたら冷蔵庫で30分寝かせます。と、この後も撮影したんですが、容器に入れるときこぼしてしまいました。なので、いきなり出来上がりからになります。で、お皿を持ってきました。で、今回ダイソーのシリコン型に入れたんですが、こんな感じでこぼれちゃいました。ちゃんと下に硬いものを引いてからやった方がいいので、お気をつけください。で、このまま出していきます。こんな感じに出来上がりました。 で、今回はモンスターズインクのサリーとマイクにしてみました。で、ここにフルーツソースのストロベリー。こちらをサリーじゃなくてマイクの口にかけていきます。ちょっと変な感じになっちゃいましたが、いいでしょう。では一口分取って、てちょっと固めになってます。で、取れたので、いただきます。これはちゃんとジェラート。うまい。スプーンで取ろうとすると硬いんですが、 口の中に入れれるととねっとりな感じで噛み切れます。味はバニラビーンズの味が強めといった感じ「お好きなジュースで」とありましたがバニラビーンズに合うジュースの方がいいかなって思いましたでここでストロベリーを追加していきます。その流れでダイソーで以前購入したこちらそのままアイスバーになるタイプこっちで作ればよかったかなって思っちゃいました入れて蓋をして冷やすだけって商品になります 今度機会があれば使ってみようと思います。で、後半も力を込めて食べていきます。で、今回かけたストロベリーソース、牛乳のジェラートと合っていて美味しくいただけます。サリーの方も一気に食べちゃって、ちょっと位置を直したら、スプーンを置いて、ごちそうさまです。お皿片付けます。ということでこちら、硬いようで中はねっとりと美味しいジェラート、バニラビーンズに合うジュースで作ってみてください。 ということで今回は10の商品をご紹介したんですがその中でも一番おすすめしたい商品をご紹介しますそれがこちらコーヒーゼリー in ミルクコーヒープリンになりますコーヒーゼリーと柔らかいミルクコーヒープリンを一緒に食べた時の食感が結構面白いですいつも言っていますがプチ贅沢したい時にありな一品だと思っておりますということで今回はカルディで購入した10の商品をご紹介してみました また次回もカルディで気になった商品を購入した時にはご紹介していきます。お時間ある時にでもご視聴ください。